合優勝を発表させていただきます。川西市アーティストオーディション、第二次審査を勝ち抜いた15組が決勝大会に集まりました。川西市主催のオーディションでアマチュアで活動する若者が対象。全国各地105組のミュージシャンから応募があり、遠くは東京からも参加者が集まりました。ハイクオリティな楽曲で観客を魅了する出演者たち、アマチュアアーティストとは思えない音楽を奏でます。今回のオーディションはアコースティック部門、ボーカル部門、バンド部門の3部門。各部門の優勝者には賞金が贈られるほか、総合優勝者は音楽活動のサポートも受けられます。総合優勝の栄冠を勝ち取るアーティストは果たして。あの時私忘れたらよかったの。さあ、それではこれより川西市アーティストオーディション決勝大会スタートしたいと思います。はい。私は今高校3年生で進路を決める大切な時期にいます。そんな私が進路について悩んでいる時に、この川西市アーティストオーディションの参加の紙を見つけて応募させていただきました。怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てをおかしでしょ。本当にいろんな人の応援のおかげでここまで来れてすごく嬉しいです。決してうまいとは言えないかもしれないですけど、私らしく精一杯与えたいと思います。
まして、なんやろ、関西と言ったら、まあ、しゃべらなあかんやろということで、ライブでは、はい、すいません、しゃべり多いんで、負けでってよく言われるゲームライブです。はい、言われます。普段はですね、洋楽を歌ってるんですけども、今日は、せっかくなので、皆さん知っているはずの邦楽の曲を歌おうと思って持ってまいりました。今だけ全て忘れて、笑わないで受け止めて、照れていないで。立ち止まったり振り返ったり、そうやって生きていくものだと思います。そんな人の感情を込めて作った曲、聴いてください。そこにニーズがあるなら、僕らはそれに応えていきたいと思っておりますので、最後まで思う存分楽しんでいってください。よろしくお願いします。高校生の佐野ひとみです。今日は、私のオリジナル曲 With You という曲を歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。全ての演奏が終了。どのアーティストも熱いステージを披露してくれました。審査員によって厳正なる審査が行われた後、いよいよ結果が発表されます。アコースティック部門第1位は佐野ひとみさん。本日はおめでとうございます。
とうございます。ボーカル部門1位は山本里奈さん。山本里奈さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。バンド部門第1位はラックの皆さんです。おめでとうございます。それでは総合優勝を発表させていただきます。どなたでしょう。UK バンドさん。見事 UK バンドが総合優勝に輝きました。彼女たちはこれからレッスンやライブのサポートなどを受けることになります。これから UK バンドが進む道は